王大将は、新末民初の政治家、外交官。新大末期には主に外交官を務め、民国初期には、北京政府で外務総長など要職を歴任した。さらに、一時的ながらも、臨時国務院総理を務めている。旧名は、行友。字は、白頭、白頭。巨人となり、新朝で、各職を務めた後、1902年11月。 日本留学生の監督となる。1905年7月、デツい英国大臣となった。翌年、外務部右次郎に昇進し、さらに考察県政大臣として、イギリス、ドイツなどを視察した。1910年、中日講師となる。中華民国成立後の1912年9月、王大将は、熊丸都市内閣の教育総長に就任した。 合わせて新歩党に加入している。翌年3月、平正委員長となり、5月、参政委員副委員長に転じる。1916年6月、断基図内閣の交通総長を務めたが、翌月辞任する。1917年2月、特使として日本に赴き、翌月に大正天皇に政府を代表して、勲章を授与した。 長君副壁失敗後の同年7月、段気随が再度内閣を組織し、王大将は外務総長に就任した。11月22日に段が国務総理を辞職すると30日まで王が代理総理として臨時内閣を組織している。1918年12月、総統女性賞の下で外交委員会委員長を務め、翌年には 国民外交協会の暫定代理理事長に就任した。さらに、ベルサイユ条約に関する案件を審議するための外交委員会がおもむろにより設置されると王が委員長となった。1920年1月、欧州参戦に功があったとして、北京政府から訓参院を授与されている。同年十月には、中国クレナイ十字会会長に就任した。 ワシントン会議対応に関与した後、1922年11月、王大,大将は臨時国務総理兼財務総長となった。しかし、1ヶ月ともたず辞任した。その後も、外交や赤十字事業等に従事している。1929年、病没。去年71。ありがとうございます。